トモハッピーです。どうも MTG バーのメディア店長の寺本です。今日はね、こうオープン前よりはだいぶいろいろ見えてきたのめり屋のことをね、話していこうと思うんですけど、はい、長谷部がね、視聴者の皆さんの代わりにこう皆さんが気になるようなことをね、いろいろ用意してきてくれたんで、その質問に合わせて話していこうかなっていう回です。はい、じゃあお願いします。はい、質問初回の中で結構ぶち込むんですけど、はい、ぶち込む、いきなり、はい、いきなり、まあ、ぶっちゃけ、はい、のめり屋って儲かってます。おお、これいつもの質問やん。はい、まあまあまあね、まあ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 、一般的にはぶっ込んでる。で、儲かってると儲かってないから。はい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 、いや、その別に二択の必要ない。あ、ないですか。うん、一心伝心だから多分ある。あ、電話来た。予約の電話だ。ほら、お忙し、儲かってる。違います。じゃあ二人、はい、同時に答えください。はい、いきます、はい、せーの。わからない。儲かります。分からない。分からない。話していこう。あの、いつもね、よく他の動画でも言ってるんだけど、うんうん、オープン2週間って、まだまだね、もちろんもちろん、ご祝儀期間って言いまして、もちろん、儲かってるか儲かってないかっていうのを、まだ測れない期間っていうことになってます。はいはいはい。なので、今儲かってるか儲かってないかといったら、ちょっとまだ分かりません。ね、で、その分ね、スタッフもこう集めに用意して、うん、人件費も本来より多くかかったりとかね、そうですね、あるから、まあ分からないんだけど、そう、店がさ、たくさんの笑顔溢れてるじゃん、うんうん、ね、そうなんすね。何人いらっしゃったの？500人以上いらっしゃってるよ、延べで。かなり、うん。で、5回ぐらい来てくれてる方とか。そうそうそう、リピート率が高いんですよね。高い。可能性をめちゃめちゃ感じていて、だからまあ2週間で、その、儲かる儲かるのジャッジは難しいんだけれども、可能性はめちゃくちゃ感じた2週間だっていう。で、僕らもかなり入念に準備してきたけど、やっぱりなんだろうね、スタッフの効率いい立ち回りとか、いろいろできる改善点がまだまだあるから、そうですね、まあ、儲かるようにできるんじゃないかなって、うん、はい、感じてます。僕もそう思います。じゃあちょっと次なんですけど、はい、来てない人って、はい、まあちょっと身内で盛り上がっちゃってるんじゃないかな。うーん、なるほどなるほど。常連さんがもういて、一元さんとか入りづらいんじゃないかな。あ、わかる。なるほどね。これ心配よね。まあ心配してる方結構多かったんで、はい、実際にぶっちゃけ2週間やってきて、そこら辺どうなのかな。はいはいはい、はい、お答えしましょう。はい、行きましょう。あのね、ここはね、結構一人で来ても楽しみやすい。うん、まずね、マジックが好きとか興味ある方が集まってるっていうね、スタッフも含めて、うん、この前提があるから、うん、話が弾みやすいんだよね、お客さんとか。会話困んないですね。盛り上がっちゃうですね。みんなが自然にこう共通の話題があって、うん、ここでさ、昔さ、あの、一緒に遊んでたマジックプレイヤー同士のね、大会とか、あ、ありましたありました、直接ね、うんうん、まあ、そんなんじゃなくても全然こう初めて来た1人の方同士がカウンターで、もう2人とか3人、4人とかね、うん、飲んでる仲良くなってみたいなのたくさん見てるし、みんな人と触れ合いたくてこういう場所に来てるっていう人が特にお一人様の方は多いから、うん、かなり、お互いにそうだから仲良くなりやすいですよね、うん、で、公約はできないんだけど、僕らもかなり高い意識で、うん、そのお客さんがぼっちにならないように、うん、もちろん1人にしてほしい、そっとしてほしい、ゆっくり飲みたいんだ、デッキを眺めながらゆっくり飲みたいとか、うんうんうん、パックを向きながらゆっくり飲みたいっていう人を無理やりこうくっつけたりはしないけど、うんうん、なんかこうみんなと接したいんだよなっていう、コミュニケーションをね、誰かと対戦したいんだよなっていう人とかは、うん、結構ね、快適に楽しくそうですね、もらえるように結びつけようとは僕らはしてます、うん、あの、一人で来られた方とかでも、あとは初めて来る方でも、あの、楽しめるように僕らもちゃんと意識向けてやってますね。 OK、 じゃあ次行ってみよう。じゃあ次なんですけど、はい、まあ、言うて飲めるやんじゃないですか。はい、飲食店じゃないですか。はい、ズバリズバリおすすめのメニューは。おー、ああ、もう、はい、じゃあドリンク風の両方1個ずつ欲しいです。まずね、ドリンクなんだけど、ドリンク3種類あるかな、おすすめ。1種目は5色のマナカクテルっていうのがあって、うんうん、まあ、マジックのね、あの、5色にちなんだ、パール、サファイア、ジェット、ルビー、エメラルドっていうね、その5色のカクテルがあります、はい、これ、はい、一応オリジナルで、うん、皆さん来たらまずこれ頼んでみるっていう方が結構多くて人気ですね、はい、で、なんか味もこうさっぱりしたやつからディープなやつまで、ちなみにジェットが一番ディープなんですけど、うん、ジェットね、うん、さっぱりからディープまであって、うん、結構ね、幅広い感じで人気です、うんうん、2つ目、これランダムドリンク、サイコロ2つ振ってもらって、で、タメに応じて何かドリンク頼まれるよっていうね、うん、ランダムにドリンク注文されるよみたいな感じの、まあ、ドリンクオリパですね、要はね、うん、これお得です。500円で最低500円のカクテルが何か当たって、サイコロで1が2つ出ると1杯1200円のね、あの、マッカラン12年、はい、はい、ウイスキー、ストレートでもロックでも水割りでもね、ハイボールでも何でもいけるんだけど、これ飲めちゃいますっていう。で、あの、5色のマナカクテルとかも当たるし、うん、
って感じですね、うん、はい、そんなやつです。はい、飲み物に悩んだらそれを頼んだらやっぱいいんじゃないですか。そうですね、自分の好きなものがある人はね、うん、もちろん注文されるんですけど、いろんなの飲みたいよって人はそうぜひって感じで。マジックでさ、サイコロ2つとか振るからね、よくね決めるのに。そうね、そうね、あの感覚でドリンク頼んじゃおうみたいな感じですね。はい、はい、あと3つ目、はい、これおすすめしていいのかわかんないけどカフェドパリ、いろんなね、フルーツの味があるやつ、これ3900円出してます。出してます。あとね、これブーブクリコイエローラベル、これね、もうめちゃめちゃ定番のシャンパンなんだけど、はい、1万円で出してます、はい、じゃあ庄司さん、はい、おすすめのフードの方、フード、はい、発表します、はい、僕のおすすめフードホットサンドです。今スタッフ間でも盛り上がっていて、まあ、ちょっと企画っていうかアイディアの話なんですけど、今3種類ご用意していて、うん、タルタルフィッシュってやつ とチーズハンバーグってやつ、うん、あとは、ポテトサラミ、ポテサラサラミかっていうのがあって、ツイッター上とかで、うん、なんかどれが一番人気なのみたいなこれが食べていただいて、でなんかそう投票していただけみたいなのやりたいねっていうのが盛り上がっていて、ほうほうほう、まあ、それをやりたいねって思えるぐらい推してるメニューっていう、まあ、とりあえずね、スタッフ的にもおすすめメニューだし、はい、うちはどれもおすすめだよ、フラットだよじゃなくて迷っちゃうお客さんもいるから、そうですね、これは特におすすめっていうのを意識して作ったメニューなんですよ、うん、実は、うんうん、食べてっていう、うん、なので当然こうかかるその原価と人間の手間暇のこうコストが高めに設定されてるね。まあ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 、いっぱいいいメニューを頼みたい方はぜひ頼んでほしい、ね、そうですね、僕が見てて思ったのはテーブルにお持ちして、でお客様がその一口目っていうのがすげえいいリアクションされるんですよね、やっぱりね、はい、熱いうち食べてほしいよね、ぜひ、ね、そうですね、ぜひ冷めちゃっても美味しいけども、はい、まあ、できたらやっぱり出来たてをゲーム中でも一口言ってくださいと。ちなみになんですけど、はい、お二方何派ですか、はい、あ、聞いちゃいます。一応自分はハンバーグですハンバーグか、俺はあれハンバーグ派です。あ、ハンバーグ派。僕タルタルフィッシュ派で、もうこれはね、来られると思うけど、そうですね、で、うん、3種類目のメニューはポテトサラミできたばっかなんだけど、ポテトサラサラミは一番太んない多分、うん、で、美味しい。あとね、チーズがなんか中には苦手っていう方がいらっしゃって、うん、そんな方におすすめですね、そうポテサラサラミ。じゃあちょっと最後なんですけど、はい、まあ、今まで聞いてきた感じだと結構まあいい感じだなっていう印象なんですけど、はい、ありがとうございます、はい、このままよくいい感じで伸びていくと、はい、おそらくなんですけど、はい、他の地域にも出すんじゃないかなっていう展望は果たしてあるのかどうか、うんうんうん、はい、お答えします。はい、あります。やったね。もともとさ、いちごってうまくいったら各地域のハレリアの近くに出していって、うんうん、ハレリアにとってはラウンジみたいなポジションになって、うんうん、逆にノメリアはこうカードショップってなんかあんまり行きづらいなっていうイメージの、うん、なんか中にはいらっしゃいますね。だからその近くにこのノメリア、よりカジュアルに楽しめる場所があることで、より幅広い人が来やすい場所があることで、こっちを入り口にして、うん、でマジック楽しいからやっぱりカード屋もハレリアも行ってみようかなみたいな、いきなりカードショップに友達連れて行きづらいっていうさ、うん、なんかゲーム好きの友達とかだったらいいけど、普通の例えば女友達とかさ、うん、サブカル慣れしてない方、うんうんまあ、ちょっといきなりカード屋連れて行きづらい、でも酒飲みながらカードをやろうよっていう、こうね、かっこよく楽しめる場所だったら連れて行きやすいかなみたいな、うん、そうですね、そういう入り口になるっていう狙いもあるから、当然うまくいったらやりたいですね、うんってことは他の人にもやってほしいなと思う。別に飲めるや出さなくても、うん、逆に MTG バーある場所にハレリア作りたいかも、うん、逆にね。例えばまだ出店してないさ、うん、いい街っていっぱいいい都市っていっぱいあるんだけど、はい、そこに他のカード屋さんがあったり、うん、他のその MTG バーさんとか TCG バーさんとかあると、うんうん、出店しやすくもあるし、単純にその遊ぶ場所全国で増えてほしいから、うん、いろんな人が集まる遊ぶ場所っていうのが増えた方がマジックの活性化になるし、みんなが、ね、楽しめる場所の入り口がね、一つでも多ければ、そう、うん、うちで出す展望もあるし、他の人が出してもいいって感じ、うんうん、はい、はい、って感じでね、いろんな質問に答えてきたんですけど、はい、この MTG バーノメリア、とりあえずね、今の時点で分かってることは、うん、これはすごい価値のあるビジネスだし、うんうん、おかげさまでね、ハレリア体力はあるんで、これからもね、この店チャレンジを続けていく、もうしばらくやっていくぞっていうのは間違いないんで、はい、皆さんね、すぐに、来れる方はぜひ来てもらって、はい、来れない方もね、コロナ、はい、落ち着いてからいらっしゃってもらったりとかね、ノメリアポジティブなお気持ちがございましたら、はい、ぜひね、グッドボタンやコメントなど、
お願いいたします。ありがとうございます。チャンネル登録もまだの方お願いします。そんなわけで今日は東京の高田馬場にある MTG バー飲める屋より僕トマピーと店長の田中がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。また明日。ありがとうございました。